在饭山站下五分钟就会来到盐岐龙园，可以摘苹果和摘提子。而家摘葡萄咧，咁我就系要喺呢一个框嗰度剪佢落嚟嘅。啊，好重啊！好香啊！一串咁样嘅葡萄咧，最多咧就有大约40至45粒到。呢个葡萄咧最好味嘅季节咧就系九月尾。甜啊！好甜啊！好甜啊！除了頭先嘅巨峰提子之外咧，仲有青提子食噶，我依家摘佢啦。好甜啊呢、這個，這個呢個就清爽嘅甜，但係巨峰咧就係好濃郁嘅甜，兩個都好甜。引っ張っても取れないんで、ただ下から上にこう上げてもらうと反対に取れます。はい、結構容易就摘到了。我而家要摘嘅咧就叫做 Chinano Sweets， 系苹果三兄弟入边嘅次男，而家上去啦。就是長野的蘋果三兄弟啦，咁當中呢一個咧就最爽嘅，呢一個咧就最甜嘅，呢個咧就甜中帶酸嘅。10月5日頃からこの秋映えという品種が最盛期になって、非常に美味しく食べれます。で、10月の10日から15日がシナノスイートが収穫時期になります。で、10月の20日ぐらいからはシナノゴールドという。黄色いリンゴですね。これがリンゴ三兄弟といって、長野県生まれの、リンゴ三種類になります。如果想知更多蘋果嘅小知識咧，就可以參加呢個英文 tour 啦。Okay, what should we do with this apple? Okay, so if you want to peel this Canterbury apple, please use this interesting peeler. Oh, 呢個可以批咗佢個皮啦，好容易喎，唔使點用力。开佢，哇，好 juicy 啊！用少少力，哇，好靓，开花。皮の色の濃いのを選んでください。同じ黄色でもこっちの方が黄色いですよね。それからリンゴの。お尻の部分の色が黄色、赤っぽくなっている方を選んでください。